食べたいと思います。おはようございますまあまあ、おはようございます。パトマス教会、ただいま9時20分。はい、もう言うてる間に仕事に行かないといけないんですけども、今日はお昼ぐらいからずっとお仕事が忙しいので、もう俺が俺に俺弁当を作って、冷たはいいけどもう食べちゃいます。はい、最近ペーターに弁当は作っておりません。おにぎりばかり、おにぎらずかな、おにぎらずばかりを好んであの人は食べております。なんか毎日の一緒飲んでもいいっていうレベルの方だそうなので、まあおにぎらずが、食べやすいということで、お弁当作ってないんで、もういよいよ自分で作るようになりました。はい、というわけで本日は、閉めて、これをこの蓋を閉めて1分後ぐらいなんですけど、はい、いろいろとやりましたよ。今日の朝ペーターには焼きサバのおにぎらず作ったんで、私は鮭しか残ってない鮭にしました。そして卵焼き、卵2個分、コロッケ、これは多分ささみしそみたいなやつで、コロッケね、でちょっと辛いが、コロッケで唐揚げね、そしてちょっと辛いがほんまにうまいキムチ、こんな感じでやってます。下には、ふりかけ、わかめのふりかけみたいなんと、ごま塩かかってます。でカップヌードルオリジナルをおともに、今日はお弁当を食べて一日頑張りたいな。俺をいつまでもしがむな、ここやぞ、俺ちゃうぞ。ちょっともうほんまに、なんでこの俺のこと好きすぎやろ、このカメラ。これじゃい、これ食べるです。はい、お願いします。今日もお願いします。ありがとうございます。さあ、最近ちょっと動画をやってる時間が本当になくなってきてて、忙しく家事もやっておりますんでね。最近ちょっとペーターさんがお仕事もそれなりに順調なんですけども、早く帰ってこれる日もできてきてますんでね、夕飯の支度や、ドラマを見たりとか、いろいろとそういうプライベート活動も盛んでございますので、なかなかねゲームをしたりする時間がなくなってきてまして、それでもやりたいなと思ってる、そんな葛藤の中日々生きております。ありがとうございます。カップヌードルカレー、かぶれちゃうわ、オリジナル、ほんま、ピント、お前ここやろ、お前ここね、美味しそうな、これをね映してあげたいのよ、俺の顔を映しやがりね。いただきます。昨日ね、ようやく、ちょっと先食べよう、鮭食べよう、皮も食べたいな。これチンして冷凍してるんですよ、いつもお惣菜買ってきて、冷凍しておいて、レンチン1分ぐらいとグリルで中火、弱火で6分焼いてます。めちゃめちゃうまい。むしろ焼きたてかって感じ。コロッケもうめえな、コロッケで唐揚げうめえな。昨日ね、めでたくペーターさん、全然満額ではないんですけど補助金が降りたのかどうか分かりませんけど、あの詐欺師のポンコツ同僚、金借りて
金借りて店しているくせになぜか偉そうなバカから金が返ってきて補助金が出たよな。ただまあ700万であってうちの500万ぐらいが返ってきただけで、まあ言うたら200万程度は自腹切っとるんですけど、まあ1段階目は一旦帰ってきたんでね、なんか俺の動画のことを見とるらしいで、これであいつに動画で言わせんなよってね。腹息は荒く息巻いとったようなんですけど、おそらく俺に家に来られるのが嫌やったんやと思うけど、そもそも俺が詐欺師って言ってんの、何の対して詐欺師って言ってんのか言ったらね、150万円でできると言って150万円でできるんやったらいいわと言って蓋開けたら、ペーターの貯蓄していた700万円ぐらいのお金を目当てに開業するつもりやって、そのことを言わずに進めて500万円700万円なりの出資をさせたことは詐欺や言ってんだけど、金を返したらどうのこうの話じゃねえよ。そういうやり方をしたことは詐欺や言ってんだよ。バカだからわからんと思うけどね。返したし、ええや。返してないよね。やっと、まあ言うても、まあ、ペーターが多め出しとと思うけど、まあ、半々やと仮にして今、一緒に土俵に着いただけじゃ。今までお前何偉そうにそんな貸すって感じですね。今から対等や。アホがね、こういう金返したから、これからは俺の言うこと聞いてもらおうかなと言うてね、らしいんですよ。アホっちゃ。ようそんな脳になってるな。で、もう一個わからん貧乏くさいのが、ちゃんとお金返したから、ナイキのスニーカーとか、ご飯食べに連れて行ってくれ言ってんですよ。オーナーぶってるんですよ、一応そんなやつが。頭悪いっしょ。なんで貸した金が、それも満額でもないのに。おまけ、こっちが借りてる金返したわけじゃないんだよ。お前みたいな、金の持ってない貧乏人に、おごってないのに。バカかよ。そんなこと言える人間が存在してる時点でもびっくりするわ。頭がまあチンパンジーだよな。チンパンジーにも失礼やな。本当何かしらの病気やと思うんで、心配してあげてるんですけどね、早く病院行った方がいいと思って。だから動画でもね、心を鬼にしてね、罵倒してあげてるんですけど、これだってこんなこと言いたくねえよ。嘘本当はもっと言いたい。でもこれでも自粛してます。まあでもこれからもまた言っていくと思いますんで、何かありましたね。まあただ、まあ金返ってきたんでね、ある程度ね、もうちゃんとね、その財布はね、財布の紐は、財布の紐握らさないと。返ってきただけ奇跡ですよ。
もう帰ってこない思ってたもんじゃなくて、うん、貸した金なんか帰ってくるわけねえよ普通に考えたら。よっぽど嫌なんやろな俺にいろいろやられんのは。弁護士呼んでね、告訴するらしいんですよね。してください。どうぞ。どうぞしてください。うん、別にあんたの個人名言ってるわけでも何でもないんで、何で告訴するのか分からんけど。うん、まあ、してくれたらしてくれたら面白いよ。うん、まあ、俺勝っても負けてもどっちでもいいから、そいつを表舞台に引きずり出せんやったら、みんなで見に行きましょう。僕が訴訟起こされたらね、負けてもいいんで、私やりますんで。うん、まあでも裁判なんて一般公開できますんでね、皆さんね傍聴できますんで、その後みんなでね、まあ、オフ会しに行ったけども、その時ぐらいやったらね、もうお祝いで皆さんとね、オフ会しましょう。まあ、パテもそう、配送でもいいから、うんうん、今日ね、実は朝からね、まあ、もちろんウォーキングはしてるんですけど、歩いておりましたところ、じゃあちょっと駅の方もね回ってみて歩いたんですけど、あ、ちょっと待って、ここが一番言いたかった話だけどね、今さっきの暴言は、うん、昨日あったことやしな。最初に言うといたら、あのバカも見てくれたらよく分かってくれると思うんでね、先に言うただけで、ほんま言いたいとこはここなんですけど、財布がね、まあ、ベンチみたいなのがあって、でその後ろにね、落ち取ってんのよ。落ち取ったというか、なんかね、茂みっぽいところに落ち取ったのよ。何かな思ってんの、最初。なんか落ちとんな、みたいな。なんか、最初思ったのよ、コンビニとかでお惣菜買ったとか食べ物買った時に、そこ黒いでしょ、それが反対向いて落ちてんのかな思って、ゴミかな思ってんけど、よう見たらなんか皮っぽいツヤやしさ、で財布やったんですよ、まあ、はっきり言う財布で言うと財布やって、俺はまあ割に好奇心はある方ねんけど、財布を拾って好奇心からすると中見たいや。いや見たいやろ。いや見たいや。何本入ってんのかなと。別にラッキーでも何でもない財布だったからって言うとさ、金になる。んで、まあ、駅だから、うん。交番もあんねんけど、財布とか届けた人分かると思うんですけど、めんどくさいんですよ警察持っていくと。俺も別にそんな朝忙しい、時間あるわけじゃないから、中身別に見てへんけど、駅の構内ではあるから、敷地内ではあるから、これね、俺が合ってるか間違ってるか別としてね、ほら適切な処置からすると交番なんかもしれない。でも俺かてそんなことやってる時間もないから、帰らなあかんから、帰ってペーターに行ってらっしゃいって言わなあかんから、うん、そんなもん人が落とした不注意のために落としたんかも知らんよ。もう茂みに捨ててやったからさ、もうなんかパクられて捨てられてるのかもしれんけど、もう中身見ずよ、うん、
見たいと思いつつね、駅に渡したんですよ。財布落ちてました言って、そこ階段降りたとこで言うて、うん、駅やとねパッと置いてされるんですよ。分からんよ、ほんまにちゃんと書かなかったけど、落ちてました言って窓口にポンと置いて俺行ったから、もうめんどくさかったから引き取りもいられても、うん、でもこれでいいよないいよな別に避難されることないよね別に俺はそれが言いたかったね、うん、別にええやん、交番か駅かやけど、別に駅で落としてんやから駅に聞くに行くかもしれません、駅からどっか行くかもしれませんからさ、わざわざ交番でわけのわからん、なんか紙にさいろいろ書かされるってあれが超なんか、ね、聞かれるのも嫌やもん、めんどくさいし、まあこれで批判されて炎上するんかもしれんけど、俺だって時間がないんだね。だから私はもう交番も近かったけど、そこにあったけど交番は嫌と思って駅に持って行きました。どうぞ。はい、まあ、どういうわけで、まあ、中身見てませんよ、見たい好奇心はあったけどね。はい、まあ、というわけでパテモソ協会、本日は俺が俺に俺弁当とカップヌードルいただきました。これでまあ今9時35分僕のままもう夕方まで今日忙しいんで、お昼からねフルスロットルで頑張って稼げたいと思います。よろしく。というわけでパテモソ協会でございました。ごちそうさまでした。ほな。